朝赤龍が4勝1敗、青龍が3勝2敗です。朝赤龍も約3年ぶりぐらいにこの幕内に帰ってきました。いや、それでも好成績ですね、4勝1敗。そうですね、内容はどうですか？内容もしぶとい相撲とっていいですね。うん、中にこうお互いが変化してます。右四つの形になりましたね。これは青龍上手引いてるからね、青龍の方が有利に見えるけどね、赤龍がしぶといですね。ただちょっと回しがっちり握られてしまいます。青龍勝って4勝2敗。これしこ名で同じで回しの色がだいたい一緒なんで、こう見やすい質問でしたね。青い方が青龍が勝ちました。